プレーナンバー4の11、ホークアイファーストダウンテン。ボールオン自陣43ヤード。プレッシャーを見ながら左にロールアウトしてロングパス、しかしこのパスチップし、その浮いたボールを抑えたのは、オーパーツ福岡19番。しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。判定を待ちます。後のタックルです。危険な行為として重大な反則として扱われます。発生地点から15ヤードのバッタリ、したがって福岡15ヤード前進してファーストダウンとなります。福岡ターンオーバー成立です。